こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。日本は天国か地獄か。ねえー、仕入れは間違いなく天国。まあ、ただ、えー、直接関係ないですけど、まあ、今日ね、地下鉄に乗ってたら、えー、総武線、地震事故により、えー、運休中です。 毎日ね、電車飛び込む人がいる国ってどうなんだろうという気がしましたけど、も、ま、と、あ、いい、えー、仕入れの天国であることには間違いないと。ねまあ、100億円、PayPay ペペのばらまきは神ということでね、PayPay、えー、ペペのばらまきのおかげで輸出副業の商品探しが楽になってます。例えば、ビッグカメラ仕入れで PayPay ペペペペで払うと、PayPay ペー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 で20%ポイントバック。 さらにビッグポイント8%、ねえー。さらに輸出ですから消費税還付まで受けると8%。合計36%の下駄を履かせてもらえてると。そうなるとね、まあ今まで通り買い値プラス経費で、まあ、3分の1で、まあ、3倍で売れる商品を見つけてると、まあおよそ利益率が30%。これが36%足すと、なんと利益率66%になってしまうと。恐ろしいですね。まあすごい、えー、儲かってしまうと。 で、なかなかね、今まで商品見つからなかった人も、とりあえず、買い値プラス経費で0%、つまりね、えー、売っても利益出ないと、損はしないけど利益出ないという人でも、このね、38%の下駄を考えると、儲かってないはずなのに、本来儲かってないのに38%利益が出てしまうと。ね。まあ、さらに、言うなら、ね、えー、赤字でしたと。買い値プラス経費で10%赤字でしたと。 いう場合でも、この38%の下駄部分を足すと28%、約30%の利益が出てしまうと。まあ、これはもうね、すごいチャンスだなという感じです。今、まあ、特に今日はビッグカメラが非常に混んでたようですけど、まあ、ビッグカメラ以外にもね、ソフマップもやってますし、エディオンもやってると。 PayPay、えー、ペーペーの、えー、支払いが使える、えー、店舗に行って商品探しをした方が、えー、普通にネットで探してたり PayPay ペペで払えないとこで探すよりも、まあ、格段に儲かる商品見つけやすいです。これはもうねこのパックマンでいうところのパワークッキー食べた状態あるいは、えー、ゲーム三国、ね、無双でいうところの無双状態というような感じでね、まあ、非常に、えー、今チャンスです。 100億円ばらまきですからね、えー、その予算が、えー、なくなって、このまあ、チャンスタイムが終了する前にね、えー、仕入れ、えー、することをお勧めします。ちなみにこれ、神田さんというね方、Facebook で、えー、たまにというかよく見てるんですけど、PayPay ペペかなり、えー、熱を入れて調べたりいろいろしててね、今日楽しく買い物してたようですけど、なんと大当たりね、 20%バックのみならず、えー、10%の確率、あるいは5%の確率、えー、または2.5%の確率で、えー、買った全額ポイントバックというのがあるんですけど、それまんまと当たったと、ね。山田電機でこのタブレットを買って、4万3200円、4万二千四万3200円の、えー、ペ a ペ p 残高がゲット。ね、要は、ただですよね。 さらに HIS で、えー、26,330円微妙な値段、これがホテル代なのか航空代なのか、えー、旅費なのか分かりませんけど、まあ何しろ、えー、26,330円もゲット。どんだけくじ運強いんだって感じですけど、でさらにね、えー、昨日までは、えー 近日対応予定となってたこのビッグカメラとか小島ソフマップね、ねイチ・アイ・ヤマダ、この辺全部もう今日対応になってますから、昨日の段階だとね、まあ、なんかこういうのは買えないとかなんとかっていうね制限つくんじゃないかなと思ったんですけど、結局ギフトカードとか金券とか、えー、そういうの以外はアップル製品も含めてね、えー、全部普通に使えると。ただし、ネットだと使えないです。ね、PayPay で、えー店舗、店頭に行って PayPay ペペで払う必要があると。 まあただ、商品探しはどっちみち店頭に行って探した方が探しやすいんでね。えー、まず、もう今、これね、100億円ばらまきやってるうちに、この PayPay ペペのね、決済、対応してる店が近所にあるなら、まずそこ行って商品探しすることをお勧めします。えー、何しろね、儲かる商品、探さなくても儲かるわけですから、ポイントなしだとね、トントンの商品もポイントもらっちゃえばね、え、ー まあ消費税還付を考えなくても、えー、30%、ねえー、28%か消費税還付を考えれば36%、えー、儲かるわけなんで、まあ、これはね、えー、探さないと使わないと損なんで、えー、ぜひ近所にペーペーの、えー、使える、えー、店舗があればそちらに行って商品探しをすることをお勧めします。 また店舗行ってね、えーこ、こんな商品どうだろうとかね、えー、何見ていいんだかわかんなくてこういうコーナーがあったとかいうのはね、えー、またご相談いただければと思います。そんな形で、PayPay100 ペペ億円ばらまき、ねえー、昨日まではどういう形でね、ビッグカメラとか参入するのかわかんなかったんで、いい形になればチャンスだなと思ったんですけど、 ほぼ制限なしでいい形でね、えー、ペイペイのこの20%バック、あるいはね、えー、全額バックが使えるんで、非常にね、えー、チャンス、ね、えー、いいタイミングでチャンスが訪れてるなという感じなんで、まあ、ペイペイの、えー、ポイントバック、えー、利用することをお勧めします。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。